花沢雅人は日本の俳優、モデルである。2010年から平田オフィスの新人タレント研修部門フラッシュアップに所属。舞台やウェブ広告の派役を積む。2013年、乙女ゲームを原作とする舞台、クロックゼロ終演の1秒、A ライブモーメントに情報や役で出演。2014年に行われた新シリーズにも出演。2014年1月、 俳優の黒田アーサーがアドバイザーとして監修に携わるパフォーマンス集団スタイリッシュボーイズのオーディションに参加し合格4月2第一段舞台公演マジハウスに出演2017年3月をもって同グループを卒業2017年インスタグラムで公開していた写真が話題を集め同年2月7日に 情報サイトモデルプレスとのインタビューが公開されると、同日付のツイッターのトレンドの上位に、彼の名前が登場。2月7日、正午時点で1万人に達していなかった彼の、インスタグラムのフォロワーは急増。情報サイト R25 は、写真一つで一役時の人となった、この現象を、橋本環奈のそれと比較して、彼を彼女の男性版と称した。一方、 花沢自身は、こうした盛り上がりに対して、前日のモデルプレスとのインタビューで、実力と結果が伴っていないので不安が先行しています。ととろしている。話題になった時はすでに、3月1日に7年間所属したフラッシュアップを退社することが決まっており、次の所属先も未定という状態だったが、一連のブレイクで、数多くの大手芸能事務所からオファーを受け、 芸能界で形にしていきたいものが、具現化できる環境だと判断し、2017年3月2日から、エヴァークリーンエンタテイメントに移籍することを、2月22日付の自身のツイッターで報告した。2017年3月、雑誌、ジュノンが選ぶ、ネクストブレイク美男子に、戸塚か樹、健太ケンタロウ、スーパー、ドラゴン、フラウバック、杉野春香 赤沢良太郎と共に選出される。3月25日、第24回東京ガールズコレクション2017、スプリング・サマーでランウェイに初挑戦した。同イベントを企画、制作する W 東京の村上則義によると、花沢は SNS で見つけて村上が自ら出演依頼をした TGC 史上初めての人物である。5月、歌手、 夏代孔明の3枚目のシングル、トランジットのミュージックビデオで初主演を務める。ビデオは夏代がインスピレーションを受けた映画、レオンをモチーフとしており、花沢演じる写真家と子役の豊島花が織りなす繊細な物語に仕上がっている。同年6月、音楽コラボアプリナナンのウェブ限定 CM で同アプリが掲げるコンセプトソングである。 We are the world を口ずさむ姿を披露。7月、ザビートガーデンのシングル、フラワーのミュージックビデオに出演。前述の東京ガールズコレクション出演時に初対面し、意気統合したことをきっかけに出演に至った。現在は、ファッションクリエイティブなどにも積極的に参加し、俳優業以外にも活動の幅を広げている。中学、高校と陸上競技で活躍し、 関東、全国に出場。中学の頃、400メートルリレーで、県選抜代表に選ばれる。スポーツ推薦で大学に入学しようとしていた矢先、腰椎分離症になり陸上競技を引退。私立船橋高校を卒業するまで、ずっと運動ばかりやっていたため、引退後憧れていた、俳優業に挑戦した。 大学は中退。趣味は散歩、映画鑑賞、音楽。また喫煙者であり、銘柄はアメリカンスピリットのメンソールである。尊敬する俳優として、役への退治の仕方や身体表現がとても尊敬できるという理由から森山未来の名前を挙げている。好きな映画監督は白石和也西川美和など、アートでは横尾忠則。 長井博しを好んでいる。ありがとうございます。